クラブ系文特別編集企画琵琶湖アートフェスティバル2017 12月23日土曜日祝日、琵琶湖ホールにて琵琶湖アートフェスティバルが開催されます。メインロビーでは今年もアートフリーマーケットを開催。今回は出展いただくたたら焼きという技法を唯一受け継ぎ陶芸作品を作る穴吹貞治さんにお話を伺いました。たたら焼きは窯の中で木炭を燃焼させ、足踏みの不意後によって風を送り込み高温の炎で焼き上げる技法です。たたら焼きという技法を守りながら自分流の作品を制作する穴吹さん、鮮やかな赤青の発色が特徴的です。まあそうですね、結局うちの師匠が考案したんだけど先生亡くなってしまいましたんで、実際やってるのは私だけという形になりましたんで、まあなんとか残していけるように。穴吹さんにとって琵琶湖アートフェスティバルはどういったイベントですか？実際に自分のお客さんもすぐ来ていただきやすいし、でまあ、近くの人にお会いできる、近くの方に見てもらえるっていう機会もやっぱそうそうないので、はい、それはありがたいなと思いますね。いいことも悪いこともやっぱり言っていただけるんで、それはやっぱり作家としてもありがたいこと。クリスマスはぜひ琵琶湖ホールへお越しください。